力鍋研究家の斉藤亜希子です。今日も YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは圧力鍋の楽しさを私圧力鍋研究家斉藤亜希子が全力でお伝えするチャンネルとなっております。さて今日はですね、圧力鍋で作りたいなという人がすごく多い牛の筋肉、この筋肉の下茹で方法をご紹介してまいります。とろとろ柔らかい圧力鍋ならではの牛筋、お楽しみくださいね。さあ、そして茹でた牛筋を使ってこんにゃくと一緒に甘辛く炊く通称筋こんもご紹介します。ぜひ最後までご覧くださいね。それでは牛筋肉を茹でていきます。牛筋肉、まずこの牛筋肉いきなり圧力調理するんではなくて一旦下茹でします。下茹ですることでまずはアクを取り除きます。お肉にだいたいこうお肉が全部かぶるぐらいのお水を入れます。まずはこれで沸騰するまで茹でていきましょう。沸いてきたらすごくこうアクがいっぱい出てきたの分かりますか？ここでねざっと一煮立ちすればお肉に火が通りきる必要はありません。ざっと一煮立ちしたので火を止めます。ここでお肉だけをお水にとっていきます。さっと水洗いして表面についたアクを流したいんですね。お肉を全部取ったらこの茹で汁はもうアクがいっぱいなので一旦流します。そしてね、見ていただいて分かるようにこう鍋の鍋肌にもアクがついてますので一回お鍋もきれいに洗っておきましょう。はい、このお肉の方ですがさっと表面水洗いしたら水気を切っておきます。では水気を切ってきた洗ったお肉ですね、一つ一つがまだ大きいんですよ。大きいのでこれを食べやすく切っていきます。一回表面をさっと茹でることで包丁を入れやすいんですね。生のお肉ってこうぬるぬるしてちょっと切るのが大変だったりするのでこうやって一回ね茹でて表面を固くしてあげると切りやすいです。からね、お肉の状態をちょっと見ていただきたいんですけど今回比較的こういう硬いところ、こういうね硬いところ少ない感じです。こういうのが多い時は加圧時間をちょっと長めにする必要があります。もうこればっかりは牛すじを買ってきて茹でてみるまでわからないという感じなのでその時々によってお肉の状態を見ながらの加圧時間を調整します。牛筋肉一口大にカットしたものが入りました。今まだこの状態ではお肉は硬いです。なので今から圧力調理をして柔らかくしていきましょう。パッと見た感じこういう小筋がある太いお肉、分厚いお肉よりもひらひらっとしたお肉の方が今回は多いようなのでこちらのひらひらしたお肉に合わせた加圧時間にしていきます。ではここにお水を入れます。あまりたくさん入れる必要はありません。そしてお酒を少し入れておきます。それでは蓋をして加圧調理していきましょう。蓋を閉めてお使いの圧力鍋の高圧側でやっていきますよ。それではこれで加熱をスタートします。そして重りが触れてきましたね。触れたら火力をちょっと弱めますよ。そしてこの触れが止まらない火力をキープしながら今日のお肉このゼロ活力鍋の赤い重りの場合は3分ほど加圧をします。
この加圧時間は使う圧力鍋によって、またお肉の状態によって変わります。短ければ3分ほど、長い圧力鍋だと20分ほどかかります。加圧中は圧力状態をキープする火力に調整してくださいね。このように重りが触れるタイプの圧力鍋の場合は、重りの触れが止まってしまわない程度の火力に弱めてください。はい、タイマーが鳴ったので火を止めます。このまま圧力が下がるまで余熱でしばらく待ちましょう。はい、では圧力が下がっていますので蓋を開けていきましょう。重りを外して蓋を開けます。こんな感じで、ここまで下茹でしたものを冷ましてもらうと、こう上の方に浮いている油白く固まります。この油を取っていただくと、すっきりとした牛のスープになりますよ。そして見えますか、ほら、茹で汁も一番最初に下茹でした時はなんだかもうアクが出て真っ黒な感じだったんですが、一旦下茹でして洗ってあるので、もう綺麗な澄んだスープが出ています。このスープごとぜひお料理に活用してみてください。たくさん茹でた時はジッパー付きの袋などに入れていただいて冷凍しておくと、使いたい時にすぐ使えて便利ですよ。それでは先ほど茹でたこの牛すじ肉、これを今からこんにゃくと一緒に甘辛く炊いていきたいと思います。いわゆるすじこんですね。材料はこちらです。では作っていきましょう。まず牛すじ肉、圧力鍋に入れます。そしてこんにゃくです。こんにゃくは一口大ぐらいに今日はスプーンでちぎりました。ちぎったものをしっかりと塩もみして余分な水分を出して、その後塩気が残らないようにきれいに水洗いしています。最近のこんにゃくは特に下茹でをしなくても大丈夫なものが多いので、今回は塩もみだけで下茹での作業は省略しています。こんにゃくも全部入れますね。今日1枚 250g くらいのこんにゃく1枚使います。お砂糖です。みりんです。醤油です。それから牛すじを茹でたゆで汁、ゆで汁は1カップだけ使います。一旦冷やしていただくと上の方に油が固まるので、その油を取り除いて使っていただくとさっぱりとした仕上がりになりますよ。入れるのはこれだけ。もちろんここにね、生姜を入れたりニンニクを入れたりしていただいても OK ですが、今回はシンプルにいきましょう。それではよく混ぜたら蓋をして加圧調理していきます。蓋を閉めて、重りは高圧です。それでは火にかけていきます。はい、沸騰して重りが振れてきましたね。そしたらここから1分加圧調理します。これ圧力鍋によって1分から5分ぐらいの間で調整してみてください。タイマーが鳴ったので火を止めました。このまま圧力が下がるまで余熱でしばらく待ちましょう。はい、それでは圧力が下がっていますので蓋を開けていきましょう。重りを外して蓋を開けます。煮込まれているのが分かります。ちょっとね、牛すじの柔らかさを見てみましょう。端でこんな
で牛すじとこんにゃくの煮物、通称すじこん、出来上がりです。今日の動画が良かったよと思ったら、ぜひグッドボタンを、そしてチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。圧力鍋研究家斉藤亜希子でした。